どうもスキンヘッドカメラのバンバジクです。お願いします。はい、こちらはですね、万栄競馬のメインレースを吉本芸人のスキンヘッドカメラが予想していきます。はい、どうしました？ちょっとね苦しそうですね。どうしました？いつもこうお世話になってるラジオ局のブースさんから今日撮ってるじゃないですか、はい、結構狭くてね、いつもよりは、普通に座るとこういう風な感じになっちゃうので引き気味でね。なるほど、なるほどね。ラジオ局さんをディスってるっていうことです。ディスってんじゃないの？狭いぞということ、借りさせていただいてありがたいですね。マジでしょ、みたいな。書いてきましたよ、はい、残り2人まで来てる。2人なんですよ、もう。聞いてる聞いてる。そうでございます。すごいじゃん、今日誰書いてくる。村上明ジョッキーでございます。あ、村上明ジョッキーはちょっと僕の中ではかなりイケメンなんです。本当ですか、はい、いいと思います、結構。優しい感じがしてね。いきます。はい、どうでしょう。遠くはないと思いますけどもね。白武士の顔で。その、ちょっとね、あの、目尻がね、下がってる感じがね、確かにね、優しい感じがいいと思う。悪くはないですね。髪型がちょっと惜しかった感じするな。そんな感じだっけ？いや、こんな感じですよ。本当ですか？ぜひ、こう、プロフィール写真と合わせてね。そうですね。コメントいただければと思います。見てみてください。はい。ひげ気持ち悪い。いやいや、そんなことないよ。ちょっとつけすぎたかな。プロフィール写真もなってた。つけすぎた。いや、ここまでなってないから。ちょっとわかんないですけど。はい。はい、では今回予想するのはですね、3月12日のメインレース、花月特別です。はい、こちら僕からいきます。はい。僕の本命はちょっと穴で、7番のエンゼル福姫でいきたいと思います。はい、こちらまあ4歳になってからねちょっと調子崩してるんですけど、実は3歳の時に結構重傷も出てたりとか、好成績残してたりとか、好調期があってて結構期待されてた馬ですし、またあの金量にも重量にも恵まれますんで、ここでまた改めて期待してもいいのかなということで、なんつってもね、3歳児にはバンエオークス3着もありますからね、全然3着以内はあると思いますということで、エンゼル福姫の副賞1000円でいきたいと思います。はい、僕は本命を、はい、9番のスタミナの助にしました。はい、こちらはね、前走僕レース見れたんですけど、はい、第2障害降りてからしっかりやっぱ歩けましたので、はい、あれくらいのレースができれば今回も連はいけるんじゃないかということで本命ですね。はい、相手が3番の坂井のサム姫と5番の武蔵ブラザー。はい、坂井のサム姫はね、ちょっとスタミナの助に勝って、はい、今回ちょっとね、金量がちょっと上がりますんで、うん、そこどうかなと思うんですけど、はい、まあ、もう一回走れればということで、はい、9番から馬連服、3、5の各300円、計600円です。はい。はい、というわけで、あなたボード重視しすぎてもうほぼ乾いたなって。いいんですよ。いいんですよ。ちょっと今日は狭かったんだもんね。そうです。はい、はい、というわけで、今回変則開催になりますけど、またね、金土日頑張っていけるなと思います。また明日お会いしましょう。さよなら。